はい、どうもこんにちは、ムッシーです。今日はですね、水彩画のグループで、近くの美術館にスケッチに来てるんですけど、あまりいい風景がなくてですね、まあ後ろのこの森といいますか、木漏れ日が美しい木立の中で、この場所が一番いいかなと思いまして、そしてすごく今日暑い日ですけどね、ここ風が通って涼しいので、この場所でゆっくりと涼みながら描いてみたいと思います。なんてことない公園の一角ですね。夏の日差しがすごくきつくて、セミの鳴き声が非常にうるさいところですが、この木漏れ日の美しさですね、この辺りを表現してみたいと思います。奥に家があるんですけども、これは省略します。はい、まず切り拭きで画面を湿らせておくところからスタートします。今回は鉛筆デッサンも全くしていませんし、マスキングも全くしていません。なので色を塗りながら形を作っていく、色を塗りながらデッサンしていくというような感じですね。単純な構図なのでデッサンするほどのものでもないという感じですね。そして今回はノーマルスピード、これでお送りいたしますので、実際の速さで、じっくりと手順を見ていただけると思います。最初は大雑把に、イメージ的に作っていきます。遠くの方は少し青みをかけて、ぼんやりになるようにしておきます。ある程度大雑把にできましたら、少しずつ筆を、小刻みなタッチにするんですけども、それであっても所々はぼかしたりしながら、フィーリングを出して作っていきます。夏ですのでね、やはり生き生きとした明るい緑が大事だと思いますので、そんな感じを意識してやっています。実際はね、くすんだ緑とか、そういうのもたくさんあるんですけども、あえて夏らしく爽やかにやっております。ここはですね、手前にある生垣と向こう側の生垣の隙間ですね、隙間っていうか、境界部分ですね、ここをですね、背後の生垣の下の影になっているところを描きつつ、手前の生垣の上部の明るい部分を浮き彫りにするという、ネガティブペインティングということをやっています。ここ一番おいしいところですよね。明暗がくっきりしていて、の感じですね。で、暗いところを暗くしていくと、自然と明るいところが明るく輝き出すみたいな感じがあります。葉っぱたちもね、ちょっと濃い色に変えていきます。で、筆使いもちょっとリアルな感じになるようにしていきます。では、青みを強めで入れております。特に上部の方はね、こんな感じで、色とすると、ウルトラマリンとかなんかを主体に、やっております。そしてこれはですね、手前の生垣の
明るい部分はもうすでにね、黄色を黄緑っぽく塗ってあるんですけど、その中間部分も塗っておりました。でこれ今は背後の生け垣の方ですね。背後なのでね、あまりカチカチエッジが出ないように少しぼかして距離感を出しています。この明るいところにあるので、ちょっとティッシュで押さえて、きつくならないようにしたりしています。こんな感じですね。で、手前の生け垣のちょっと下の部分になってくると、だんだん影が多くなってきますから、濃度も、強くなってきますね。葉っぱの質、草の質感か。草の質感も出るような筆使いも入れていきます。はい、さらに濃い感じで。これ草がどんな形だとか、葉っぱがどんな形だとか、特に考えてはやっていないんですよね。気分の赴くままに、穂先を、ね、動かしてやってるだけなんですよね。ちょっとこちらに垂れてくる細長い、草とかですね、それらの影とかね、入れると雰囲気が出てきますね。右側の方は結構暗くなっていたので、濃くしています。こう、偶然こう、穂先の隙間、っていうか、筆跡の隙間と隙間に白い空白部分ができたりするんですけど、それが、結構生きてくる、いい味わいになりますね。ちょっと、キラキラ光っているような感じになるので、ちょうどマスキングしたような感じの雰囲気になりますね。でここから、地面に落ちる、影、樹木の幹とか枝とか葉っぱとかの影ですね。それを描いています。色はプルシャンブルーにミネラルバイオレットをプラスしつつ、夏ですからちょっと少しところによってはグリーンがちょっとミックスされたようなっていう雰囲気を表現した、そういう影でやっています。でこうやっぱところどころぼかさないとダメなんですけども、ちょっとコットン紙なので、なかなかぼけてくれないので、ぼかそうと思ってやっぱ早くぼかさないとダメですね。さらにぐっと濃い影を入れているんですね。画面がね、太陽光が当たるとこがあったり、影になったりして、ちょっと反射して見にくいところがあったりしますけどね、申し訳ございませんが、ここから樹木の幹や枝を入れていきます。葉っぱに潜り込むとこはちょっと柔らかくなるようにティッシュで調子を整えています。円形の木を描いているので、薄くしています。そして距離感出すために細くしていますね。
ティッシュで押さえるその圧によって、強くすればぐっと薄くなってくれますし、それで距離感を出すというか、バランスを整えています。こちらの樹木の小枝も細筆で描きます。本当にね、この日は、ちょうど梅雨明けの時っていうか、梅雨明けてすぐの時なんですね。すごくだから、暑いんですけども涼しいというか、風が通って、すごく涼しかったし、湿度がないので、結構快適でした、この場所は。はい。もちろん、影のないところはものすごく暑いんですけどね。この風に影があって、風があると本当涼しいです。ちょっとした草を描いていますね。ここに縁石があるのでね、それを書いています。セミの声がね、ものすごくうるさかったんでね、ちょっとバックの音量は思いっきり小さくしています。また他の生徒さんたちとこう大声で喋ったりしてましたので、そんなのも張っているので小さくしています。これは地面の敷石を描いていますね。曖昧にこれ全部敷石をきっちり描いちゃうと本当に全くよろしくない絵になってしまいますから。で、ところどころ弱めたり、ところどころ強めたりっていう感じなんですね。ところどころ描いたり、ところどころ描かなかったりみたいな。はい。で、ちょっとこういった隙間、ちょっとグッと濃いところは骨格し、で、また薄いところは非常に薄いみたいな、こう、ばらつきを出すと、敷石の感じがよく出てきます。はい、という感じでもうすぐフィニッシュとなるんですけども、今回そんな複雑なものもないし、シンプルな構造ですし、色調も簡単なのでね、結構早くできました。本当に描いている時間そのものは30分ぐらいだったと思いますね。はい、描けました。こんな感じです。まあ、鉛筆デッサンもせずにいきなり色から入りましたし、そんな複雑な建造物っていうものもないので、結構早く描けましたね。うん、で、現場がですね、ここですね。
まあ、いつものように自分なりにいろいろアレンジしてやっています。はい、まあ、刻一刻と太陽が動いていくのでね、影も動きますから、なかなかそういうところは素早く描かないと大変ですけど、はい、では部分的にアップにしていきます。はい、こんな感じで今日は結構アバウトに大雑把な筆使いでやっていますね。こういうところのこの光っているところと影になっているところ、この明暗差が、コントラストの幅が大きい、強烈な明暗差ですね。そこがこう夏の眩しい感じ、差を出せば出すほど眩しさが出てきますね。はい、ということで何気ない公園の片隅を描きました。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までの全ての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また、無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そして、チャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。